2020年1月23日木曜日の木村よしこの気になる銘柄です。今日のお話も昨日に引き続きましてデジタル通貨周辺のお話の後編をさせていただきたいと思っております。さてここ1日2日真冬日ですよね。つい先日まではポカポカ春のような陽気でしたので、ちょっと油断してたんですけれども、いやいや今日などは特に寒かったですね。やっぱり相場と同じで油断してるとこういう日があるということを思い知らされたと思います。それでは今日のお話はこんなお話です。さて木村よしこの気になる銘柄デジタル通貨周辺の話題の後半をお届けいたします。結局研究していくとこの銘柄にたどり着きましたというオチがついておりますので、一応はね最後までご覧いただけると嬉しいです。さて中央銀行デジタル通貨CBDC とバーサス中国デジタル人民元並びに Facebook Libra という構造があろうかと思います。で民間デジタル通貨 Libra Facebook を使っている人は20億人もいるので、こうした20億人の方に、デジタル通貨が行き渡ると現行の中央銀行のお金はどうなるんだろうと、また一帯一路を進めている中国ですけれどもアジアインフラ投資銀行とセットになってますよね。そうした国々とデジタル人民元を流通させ合うとどうなるんだろう。これはやっぱり、大警戒をする国々があるということですよね。そこで中央銀行デジタル通貨 CBDC を発行した場合どうなるんだろうかという研究会を立ち上げて、ECB それからイングランド銀行カナダスウェーデンウルグアイそこに日銀も加わっていきますよ。国際決済銀行 BIS も絡んでますよという構造ですよね。さて日銀は現行ではこの8つのポイントに問題意識を持ちですね、日銀が中央銀行デジタル通貨を発行できるのかということで研究しているところなんですけれども、銀行圏解釈として電子的なものをすなわちデジタル通貨を今発行するのは難しいと。やっぱり法改正が必要だし、またそのマネーロンダリングやテロ資金供与をどう防ぐのかという問題もありますので、様々今研究しているところだということですね。そしてこの研究した結果を反映して今後の世界につなげていこうということですよね。さてその日銀が加わりましたこの中央銀行 CBDC ですね、これの研究会がこの三角をマーキングしている国々です。カナダですとかウルグアイ、日本、そしてスウェーデン、そしてイギリスですね。ここにアメリカは今のところ加わってないんですけれども、アメリカも加わってこないとリブラですとかそれから デジタル人民元には対抗できないということで、将来的には TPP と同じようにですね、最初は入らないと言ってみたり入ると言ってみたり、いや最終的には入ると言ってみたり、玉虫色の態度を示して、様子を見てるんだろうと思います。さてこちらがですね中国の一帯一路デジタル人民元のですね、流通する可能性の国々ですね、ロシアですとか中国を含めましてベトナム並びにですねこんなような状況です。アルゼンチンも一帯一路の、仲間に入るということを表明してるんですよね。日本経済新聞の記事の中に作評がありましたのでこちらこうした国々です。さてですねここに20億人のユーザー Facebook Libra が合流するとアメリカは基軸通貨体制に危機を覚えるだろうということで、この話題はやっぱり今後金融世界にも大きな影響を及ぼしますので注目しておきたいですよね。さてですね、いずれにしましてもデジタル人民元並びに Libra そして中央銀行デジタル通貨などなどを普及させるにあたっては暗号化というのはもうどうしようもなく必要なものなんですよね。で東芝が今般ですね、なかなかその解明不暗号化の強力な暗号化を推進できる技術を開発したということで話題になってるんですけど株価はあまり反応せずと、ただし市場は大きいよということですよね。そしてですね調べていきますとね SBI ホールディングスとアメリカのブロックチェーン企業の R3 というのがあるんですけども合弁会社を設立しておりました。SBI ホールディングスは以前から R3 の外部筆頭株主となっているほか、
SBI グループにおいて日本国内に向けた R3 の企業向けブロックチェーンの基盤のトレーニングプログラムを提供するということでですね、やっぱりいろいろなことを研究してみますと、あの SBI ホールディングスっていうのは、まあ先手先手を言ってる印象ですね。まあ日本の地銀を次から次とですね、SBI ホールディングスの傘下につけてることから、なんかちょっとこう、ハゲタカのイメージが強かったんですけども、やってることは、先手必勝タイプの事業モデルだなというふうに思いました。なのであんまりまあハゲタカと色分けしないでですね、やっぱこの会社を研究するべきだなというふうに思いましたので、今日たどり着いた銘柄 SBI ホールディングスということです。まあ、PR がですね、10倍なので、まあ割安感もありますよね。PBR は 1.3 倍です。まあ日本の銀行の株をたくさん持っている方にとってみるとですね、まあ、こうした選手の、どんどん先手必勝でいろんな連携をやっている SBI も一つ持っておいてもいいのかもしれないなという結論に達しました。まあ私も研究してみたいと思います。というわけでまた明日も面白い話を見つけていきたいと思います。さて、いかがでしたでしょうか。まあいろいろですね、お金回りの忙しい世の中ですよね。まあ年の初めからいろいろな話題に恵まれている年というのは、まあそれなりに楽しい相場展開があるんだろうなと思います。ジェットコースターに乗った気分でいろんな変動を楽しみたいですね。心に余裕を持って相場を楽しめる投資家でいられたらいいなと思います。それではまた明日もぜひご覧ください。それではまた明日。